はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1985年ミッドサウスレスリングで行われたテッド・デビアス対ショーン・マイケルズの試合を振り返ってみたいと思います。デビュー2年目、若干20歳のヤングボーイ、ショーン・マイケルズにテッド・デビアスが胸を貸します。デビアスはまずはお手並み拝見といったところ、マイケルズは大物デビアスを相手にしても実に堂々としています。しかしデビアスが攻勢に打って出るとマイケルズは手も足も出ません。流れるようなデビアスの攻撃が続きます。結局マイケルズは流れを変えることができず、デビアスのパワースラムからの足音の字固めであっけなくギブアップ負けを喫しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。